東北アクセス株式会社は福島県南相馬市に本社を置く企業。南相馬市と仙台市、福島市、岩木市、東京都を結ぶ高速バスなど路線バス運行や貸切バス運行を行うバス事業及び旅行業が主な事業。南相馬バスターミナル1999年3月に有限会社原町旅行を設立。 2013年6月1日に東北アクセス株式会社へ社名を変更した。2018年8月24日、南相馬 IC 入り口に南相馬バスターミナルが完成、同年9月14日に落成式典が行われ、10月1日より営業を開始するとともに本社を移転した2月29日に廃止された。現在は同ターミナルを拠点に、 レンタカー事業も展開する。福島県知事登録旅行業第2から243号路線バス用の車両は現在15台登録されている。原の町駅前は2013年4月1日より移設の上で待合室を整備した南相馬高速バスターミナルに発着する。仙台線編集路線バス過去の運行系統 編集2017年3月31日までは、普通便と特急便の2系統で運行されていた。直行便は途中鹿島、相馬市、新地町にも停車。山本 IC 長町インターチェンジ間で常磐自動車道等を経由していた。2011年3月25日より、相馬仙台で運行を開始し、同年4月15日より、南相馬、 相馬仙台間の運行となった。2012年11月1日より、鹿島の乗り場を、鹿島式彩り前から鹿島6号線に、仙台駅の乗り場を、東口から西口に変更した。また、同日より、特急便の運行を開始。特急便は、南相馬 IC 相馬 IC 間でも、常磐自動車道を利用。南相馬市役所に停車し、鹿島6号線、相馬法務局、 新地町役場には停車しない。2014年12月7日より、前日の常磐自動車道相馬 IC、山本 IC 間開通に合わせ、特急便は南相馬仙台間直行となり、所要時間を20から30分短縮した。また、同日より乗車の際には、運賃の他に特急料金が必要となった。合わせて、この日より全便が、 常磐自動車道の鳥の海 PA で休憩する。2015年10月1日からは仙台駅東口バスプールに乗り入れ、青葉通駅には特急便のみ乗り入れるように変更された。2017年1月31日の運行をもって新地町役場バス停を廃止。同年3月31日の運行をもって山本町役場相馬法務局。 鹿島6号線の各バス停を廃止、運行系統を全校の直行便に一本化。福島線、編集路線バス2012年4月1日、運行開始。南相馬 IC 入り口に停車した後は、福島市へ直行する。2015年4月1日よりに往復増便され、現在は1日6往復が運行されている。2014年4月1日より、 福島県庁前橋停を廃止。2016年1月15日より、南相馬 IC 入り口に停車。2017年8月21日より、道の駅伊達村の道の駅まで館に停車。同年10月1日より、南相馬福島間の運賃が1300円から1100円に値下げされた。2018年10月1日より一部便を相馬経由に変更。 飯い,い立経由と、相馬経由の2本立てとなる。2020年1月27日に一部便を、南相馬市内の福島ロボットテストフィールドに乗り入れ、福島ロボットテストフィールド原の町駅間のみの利用も可能。これにより、牛来営業所バス停を廃止。角田線、編集路線バスいわき、ハワイアンズ線、編集東京線、南相馬、双葉ライナー。 編集南相馬、双葉ライナーの専用車両南相馬市内路線、編集、高平循環線渋沢線、大田循環線、高平循環線と渋沢線は東日本大震災まで新常磐交通が運行。2006年3月までは福島交通の路線であった。大田循環線は2005年10月より運行を開始した常磐交通自動車の原の町駅。 急道小高駅間の系統が廃止されたことを受けた、廃止代替バスを前進とする。南相馬市応急仮設住宅巡回バス、小高区原町区、シャトルバス双葉町シャトルバス、編集、貸切バス貸切バス用の車両は、本社営業所、後ろ営業所は2019年1月1日、現在で、大型13台、中型6台、小型6台の25台。 宮城営業所は2019年1月現在で、大型3台、中型5台、小型8台の16台の、計41台登録されている。車種は、日野、セレガ、三菱不装、エアロエースなどである。運行は、福島県及び、宮城県発着が認められている。震災により一時的に普通となった東北本線、阿武熊急行線沿線から仙台へ直行するバスや、 常磐仙台港バスを鉄道再開までの間、運行した。南相馬市からの自宅により、スクールバスの運行を担っている。主に、南相馬市原町区と、同市鹿島区、相馬市と南相馬市鹿島区、同市原町区を結んでおり、避難先の児童、生徒の通学のために、峠工事国に合わせて、運行されている。ありがとうございます。